鈴木の彼方。はじめまして。これから動画投稿をしていきます鈴木の彼方です。今回は私の自己紹介をさせていただきます。先ほどもご紹介した通り、名前は鈴木の彼方と言います。とあるバイクから変身してこの姿になっています。バーチャルという仮面をつけたライダーで、後ほどお見せしますが、お腹に特別なベルトをつけています。私の好きなことですが、バイクで綺麗な風景を見に行くのが大好きです。特に開けた道路や海辺を走るのが好きですね。またアニメ、怪獣、ちょっと昔の仮面ライダーが好きです。今年はテレビでゴジラ SP、ウルトラマントリガー、映画で新ウルトラマン、来年には新仮面ライダーと、個人的にはとてもワクワクしています。最後にゲームなんですが、ガンダム VS シリーズとロックマンシリーズをよくプレイしています。ガンダムはシャイニング、ロックマンはゼロが特に好きです。今後どういった活動をしていくかですが、まずはツーリング動画です。このご時世、なかなか外に出られない方も多いと思います。そんな中、バイクで走った綺麗な景色を皆さんにお届けできればと思います。次にゲーム実況ですが、最初はロックマンシリーズを予定しています。あまり上手いプレイではないので、そこまで大きな期待はできないですが。最後に鈴木の情報です。新製品が出れば簡単に内容をお届け、またリコールがあればそれの説明をしていきます。私の全身像です。白、赤、青、緑、紫と色を変えて活動できます。お腹に特別な石、そしてそれを埋め込んだベルトがあります。こいつのおかげで私は動くことができます。そしてこんな素敵な体を生んでくださったのは、イラストレーター兼ライブ 2D モデラーのホムラギパイロママです。ビートマリオさんや天海司さんのモデリングをされており、他にもいろんな方のモデリングをされております。滑らかにキャラクターを動かすことが非常に得意な方です。また一昔前、ピクシブに SD のモビルスーツやモビルファイターを大量に投稿されていたことがあり、キャラクターの特徴を捉えてデフォルメするのも非常に得意な方です。無理なお願いを聞いていただき本当にありがとうございます。動画作成自体これが初めてなので、まずは週に1回の投稿を目指し、少しずつ投稿ペースを上げていければと思います。それではご視聴いただきありがとうございます。